こんにちは、ホリバーです。今回は私が持っているブーツをですね、全部紹介していこうかなと思います。私が持っているブーツはですね、全部で7足あります。紹介にあたってはブランド順に紹介していきまして、アルファベット順に紹介していこうかなと思います。ではですね、早速見ていきたいと思います。まず最初のブランドがこちらです。こちらはですね、バービックというブランドです。バービックはですね、スペインの革靴ブランドで、最近ですね、コスパのいい革靴ブランドとして結構人気が出てきている、そんなブランドです。そんなバービックのブーツを私は2足持っていまして、最初はですね、こちらを紹介していきます。こちらはですね、チャッカブーツというデザインの369という型番のものです。でこちらはですね、一昨年の秋ぐらいから履き始めてまして、結構ね、その年の冬場なんかはすごくね、履いていた、そんなブーツです。で、チャッカブーツというデザインはですね、こんな感じで、いわゆるプレーントゥーシューズのちょっとね、このシャフトの部分の丈をですね、少し長くした感じになっています。しかしながら、通常のブーツよりもこの丈はですね、短くなっていますので、ショートブーツ的な感覚で、結構ですね、こう気軽に履けるような、そんなブーツかなと思います。それでいて、このアイレットの数なんかは2つや3つと結構少なくなっていて、この辺がですね、ちょっとこう V 字に見えるような、そんな外バネが結構特徴的です。でここの部分が結構ですね、こう開かれているので、ノーズがですね、結構こう長く見えて、すごくね、綺麗なシルエットに見えるっていうのがこのチャッカブーツの特徴です。ですので、ブーツっていうと割とですね、ワークブーツのような少し武骨な感じがするのが多いんですけども、チャッカブーツに関しては結構ね、ドレスライクなイメージで、すごくね、大人の男性が履いてもハマるかなと思います。でバービックに関しては結構ね、コスパのいい革靴ブランドとして、単靴ですと3万円台から購入することができます。でブーツになりますとちょっとね、1万円ほど高くなって、4万円ぐらいから購入することができますので、いわゆる本格的な革靴ですとか、ブーツが欲しい方でしたら、このバービックはね、おすすめですので、ぜひね、手に取ってみてください。でちなみにこちらに使われている革はですね、ボックスカーフが使われていまして、お手入れすると光沢感も出てくる、そんな革です。最近ちょっとね、お手入れサボり気味なので、そこまでね、光沢感が出てないのかなとは思いますが、結構こう油性クリームなんか塗ってあげるとすごくね、光沢感も増していって、それを見るとすごくね、ドレスライクなイメージで履くことができますので、そういったですね、大人っぽいブーツですとか、綺麗めな印象でブーツを履きたいという方は、このチャッカブーツはおすすめかなと思います。といった感じで、まずはですね、こちらのバーウィックのチャッカブーツでした。では次をね、見ていきたいと思います。続いてはこちらですね。こちらもバーウィックのブーツになりまして、型番がですね、632という型番です。先ほどはチャッカブーツでしたが、こちらはですね、サイド側ブーツというデザインです。このサイドの部分に、ゴムがついていて、紐のないデザインのものをサイド側ブーツと呼んでいます。一応ですね、チェルシーブーツなんかと呼ばれていたりもしますが、ここではですね、サイド側ブーツと呼んでいきます。でサイド側ブーツにさらにこのステッチがつま先部分にありまして、キャップトゥーというデザインにもなっています。見た感じ結構こうシャープに見えて、すごくね、こう綺麗めな印象のブーツかなと思います。このね、紐がないデザインということで、この革がね、見える面積が広くなりますので、その分ですね、こうすっきりと見えたり、またですね、こうドレスライクなイメージで履くことができるのが、このサイド側ブーツの特徴かなと思います。使われている革が結構面白くて、こちらはですね、コーティングレザーが使われています。このね、ツヤ感が出ているのがこのコーティングレザーの特徴になりまして、水をね、弾いてくれたりしますので、この雨の日に履いても結構安心感のある、そんな革です。それでいてですね、ツヤ感があるので、ツヤがあることですごくドレスライクなイメージにもなりますし、またですね、こちらのコーティングは結構薄めになっているので、クリームなんかも浸透してくれます。ですので、カーフレザーなんかと同じような、そんな、お手入れで大丈夫かなと思います。でやはりですね、このシワの入り方なんかも結構ね、かっこよくて、革の面積が広いことで結構こうダイナミックなシワというか、このね、シャフトのこの部分にもこうシワが入る感じがすごくかっこいいなと思っています。
まあ、すごくね大人っぽいブーツかなと個人的には思いますので、まあ、そういったね大人っぽいブーツが欲しい方なんかはこのサイド側ブーツなんかもチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。ということで2足目はですねこちらバーウィックのサイド側ブーツでした。では次をね見ていきたいと思います。次に紹介するのがこちらですね。こちらはですねブラザーブリッジというブランドです。このブラザーブリッジっていうのは日本の浅草を拠点としている革靴ブランドになります。でこの浅草っていうのは、靴の街としてもですね、まあ、意外と知られていまして、まあ、ブラザーブリッジの他にもですね、まあ、いくつか浅草を拠点としている革靴ブランドっていうのはあります。まあ、それについてはですね別動画にもしていますので、まあ、よければですね、まあ、そちらもご覧になってみてください。でブラザーブリッジの中で、まあ、定番でそして人気のあるモデルがですねこちらのヘンリーというモデルです。でこちらのモデルはですね、まあ、昔のアスレチックブーツこれをベースにしていまして、まあ、いわゆるボクシングシューズとか、まあ、レスリングシューズに見られた、まあ、そんなデザインをですねベースとしています。でこちらもですねこう結構こう細身のラストが使われていまして、デザイン的にはですね、まあ、スポーツの印象があってカジュアルライクなんですけども、まあ、ラストがこう細身になることでこう割とですね、まあ、シャープでドレス感のある、まあ、そんなねシルエットに仕上がっています。まあ、あまりですね他ブランドでは見ないような、まあ、そんなデザインかなと思いますのでブラザーブリッジのオリジナリティあふれる、まあ、そんなブーツに仕上がっています。でこちらはですね、まあ、最近購入しましてまだね1週間、まあ、この動画を撮っている時は1週間ぐらいしか履いていないんですけども、まあ、やはりこのシャフトの部分なんかにこうシワが出てきたりしましてこう経年変化してくるとよりですねかっこよくなるのかなと思います。でこのね紐の部分なんかも、まあ、履いていくうちにどんどんねギュッとこう締まっていくんですけども、まあ、そういったねこうギュッとこう締まっていく感じがですねまたそれもかっこよくなってくるのかなと思います。で使われている革はヴィンテージカーフというですね、カーフレザーが使われていまして、まあ、このカーフレザーもですね、まあ、使い込むことでこう柔らかくなってきたりまたお手入れすることで、まあ、艶なんかもね増していくと思いますので、まあ、こう履き込んでいけば履き込んでいくほどどんどんと、まあ、かっこよくなっていく、まあ、そんなブーツかなと思います。まあ、すごくね人気のあるモデルでして、まあ、販売されると、まあ、すぐこうなくなってしまうような、まあ、そんなモデルにはなっていますが、まあ、ぜひですね気になる方がいたら手に入れてみてくださいといった感じで3足目はこちらのブラザーブリッジのヘンリーでした。では次を見ていきたいと思います。続いて紹介するのがこちらですね。まあ、こちらはですねダナーのマウンテンライトです。まあ、ダナーと言いますと、まあ、ご存知の方も多くいらっしゃると思いますがブーツを多く展開しているブランドかなと思います。まあ、アメリカのブランドになりまして、まあ、こういったブーツにですね、まあ、初めてこうゴアテックス素材これをですね、まあ、採用したブーツブランドとしてもまあ知られているのかなと思います。まあ、そんなダナーの中で、まあ、こちらのモデルはですね、まあ、結構定番として販売されているマウンテンライトというモデルです。マウンテンという名前がつく通りですねこちらはまあ登山靴をベースにしている、まあ、そんなモデルになります。でこちらもですねゴアテックス素材が使われていますので、まあ、いわゆる完全防水のブーツになります。まあ、ですので、まあ、実際にですね、まあ、登山として使ってもいいかなと思います。まあ、実際に私はですね、まあ、登山でも何回か使用してまして、まあ、こんな感じでですね、まあ、つま先なんかはちょっと剥げていますが、まあ、こういったねラフに使って、まあ、傷なんかもつきながら、まあ、そういった傷も楽しむ、まあ、そんな履き方がいいのかなとは思います。まあ、とは言ってもですね私はこちら、まあ、結構前6年7年前に買ったと思うんですが、まあまあ、最初の頃は結構履いていたんですけども、まあ、ここ数年は、まあ、ほとんど履いていなかったのでまあ、見た目としてはねこの傷はあるんですけども、まあ、全体的にはまだまだ、ねまあ、履き込みが足りない、まあ、綺麗な状態かなと思います。まあ、雪が降る地域の方なんかは、まあ、完全防水ですので、そういったね雪が降る中で履いていただいてもいいですし、まあ、登山とかアウトドアが好きな方でしたら、まあ、そういった時にね履くのもすごくいいかなと思います。
まあ、見た目としてはねすごく、まあ、ゴツゴツした結構ね武骨なデザインになっていて、まあ、すごくねカジュアル感が強い、まあ、そんなブーツにはなっているので、まあ、ちょっとねこうコーディネートとかは考えないといけないのかなとは思いますが、アウトドアライクな服装が好きな方なんかにはすごくねハマるかなとは思いますので、まあ、ぜひとも手に取ってみてください。まあ、私もこれから、まあ、登山なんかにも行きたいと思っていますので、まあ、そういった時にこう履いてみようかなとは思っています。まあ、といった感じですね。こちらダナーのマウンテンライトでした。では次を見ていきたいと思います。続いて紹介するのがこちらですね。こちらはですねグラントストーンというブランドです。でグラントストーンっていうのは私の動画では、まあ、何回か紹介はしているんですけども、このグラントストーンを立ち上げた方っていうのはもともとですね、まあ、オールデンで60年ぐらい働いた方と、まあ、その息子さらにその息子親子3代で立ち上げた、まあ、そんなブランドです。ですので、まあ、展開されているモデルなんかをですね、まあ、ホームページとかで見てみますと結構ですねこうオールデンに似た感じになっています。まあ、考え方も結構オールデンに近くて、まあ、履き心地のいいラストをですね、作っていったりもします。しかしながらオールデンと大きく違う点はですね生産国になります。でオールデンもグラントストーンもアメリカのブランドにはなりますが、オールデンはですねアメリカのブランドでアメリカ製になっています。対してグラントストーンはですねアメリカのブランドなんですけども生産は中国ということでメイドインチャイナの革靴になります。まあ、しかしながら使われている革なんかはですね、まあ、世界各国の有名タンナーのものが使われていたりもしまして、こちらに使われているのはですねアメリカのタンナーであるホーミン社のですねクロムエクセルレザーが使われています。またですねこの内部に使われている素材なんかもですね、まあ、世界各国の有名なものが使われていたりと、素材自体は結構こだわりを持って選んでいるのかなと思います。そしてこちらはですねグラントストーンの中でも結構人気のあるですね、まあ、ディーゼルブーツというブーツになりまして、こちらはですねプレーントゥーブーツになります。結構こうシンプルな見た目で、少しねどことなくこうワーク感が漂う、まあ、そんなブーツには仕上がっていますが、使われているラストはですね、まあ、レオラストという、まあ、グラントストーンでは定番のラストで、これがですね、まあ、整形学的なアプローチ、まあ、履き心地と、まあ、さらにですねこの見た目の面でも少しねこうドレスライクに見えるような、まあ、そんなラストになっています。こうボリューム感はあるんですけども、まあ、適当にですねつま先にかけてこう細くなっていくあたりなんかに結構ねドレスの要素も含んでいる、まあ、そんなラストが使われています。ですので、まあ、ワークブーツのような見た目にはなるんですけども、割とですねこうドレスっぽいイメージもありまして、結構いろいろな服装にも合わせやすいかなと思います。でこれもですね結構履いていまして、まあ、3,4 年前に購入して、まあ、そこからフラを中心にですね、まあ、すごく履いているブーツではあります。まあ、すごくね履き心地も良くてですね、まあ、歩いていて疲れにくいといった、まあ、そんなラストになっています。まあ、結構ねこう見た目としてはごつい感じもあるので、まあ、履き心地がね硬そうなイメージもあるんですけども、意外とねこう履いてみるとこう弾力感のあるそんな履き心地になっていて、まあ、そこまで、ね、硬さを感じず、歩けますので、まあ、その点の履き心地なんかもすごく気に入っている、まあ、そんなブーツです。まあ、ちょっとこう日本で、ね、手に入れるのは、まあ、取り扱い店がほとんどないということで手に入れるのは難しいかなとは思うんですけども、まあ、すごく、ね、いいブーツに仕上がっていますので、まあ、気になる方がいたらですねぜひチェックしてみてください。といった感じで5足目はですねこちらグラントストーンのディーゼルブーツでした。では次をですね見ていきたいと思います。続いて6足目がですねこちらのアイアンブーツというブランドの FLT というモデルです。でこのアイアンブーツは、まあ、中国のブランドになります。まあ、中国も最近ですね中国オリジナルのブランドが結構出ていまして、まあ、その中でもですね中国でも人気があるのがこちらのアイアンブーツです。で日本でもですね取り扱いをしていたお店があったんですけども、まあ、現在はもうやめてしまったようでして、まあ、日本で手に入れるのは難しいかなと思います。まあ、中国国内には販売しているオンラインショップがありますし、またですねインスタグラムでアイアンブーツと検索していただきますとアメリカの販売店がありますので、まあ、そこから購入することはできるのかなと思います。でこのアイアンブーツはですね、まあ、中国の広東省の、まあ、ブーツを作っている、まあ、職人たちの手でハンドメイドで作られている、まあ、そんなブーツになります。
まあ、クオリティもすごく良くて、まあ、一応ね中国製なので、まあ、その部分でちょっとねマイナスイメージあるかと思うんですけども、まあ、そのマイナスイメージを払拭してくれるようなそんな作りの良さをですね、まあ、感じることができるかなと思います。でこちらはですね FLT というモデルで、このつま先部分に、まあ、モカ縫いが施されていて、まあ、スプリットというですね、まあ、そんなデザインになっています。でこのムカヌインとかもですね、まあ、ハンドステッチで仕上げられていて、ちょっとねこう立体感のある、まあ、そんなムカヌインとなっています。でまたですねこちらに関してはもともとですね、まあ、ちょっと黄色みがかった、茶色のレザーが使われていたんですけども、まあ、それをですね私は自分の手でちょっとね黒く染めまして、まあ、今はですね、まあ、ブラックカラーになっています。まあ、そこにですねちょっとアクセントとしてこういったホワイトの靴ひもをつけていて、ちょっとね自分でカスタムはしています。でまたですねこのソールなんかももともとレザーソールが付けられていたんですが、まあ、そこからですね、まあ、実用面を考えたりちょっとねデザイン的にもかっこいいなと思って、こちらのドクターソールという台湾のブランドのソールをつけています。まあ、なので、まあ、個人的にはこうカスタムしたブーツということで、その点もですねすごく気に入っている、そんなブーツです。で見た目の面でもですね、まあ、結構こうワークブーツっぽいようで細身のラストになっているので、まあ、割とですねこう綺麗めなドレススタイルにもこう合わせられるのかなと思います。まあ、とは言ってもですねちょっと紐を白くしたりして、まあ、すごくカジュアル見えしているような、まあ、そんなカスタムもしているので、まあ、ジーンズですとか、まあ、チノパンですとか、まあ、そういったカジュアルスタイルに合わせるのが、まあ、個人的にはいいかなと思っています。まあ、といった感じでですね、こちらアイアンブーツの FLT というモデルでした。では最後のですね、ブーツを見ていきたいと思います。最後に紹介するのがこちらですね。こちらはですね、ブランドがトリッカーズのサイド側ブーツになります。でトリッカーズのサイド側ブーツで有名なモデルが、まあ、ヘンリーというモデルがあるんですけども、まあ、そのヘンリーとこちらのブーツはですね、まあ、ちょっと違っていまして、こちらはですねデュークコレクションというコレクションから販売されていたモデルのようです。このデュークコレクションはですね、まあ、トレーディングポストというお店があるんですけども、まあ、そこから展開されていたモデルです。まあ、現在はないようでして、まあ、手に入れることはできないんですけども、まあ、私はですね、まあ、中古で運よく結構綺麗な個体を見つけまして、まあ、それをですね、まあ、手に入れました。こちらのデュークコレクションの特徴としては結構ね細身のラストが使われているっていうのが特徴的です。まあ、定番のヘンリーになりますともう少しですねこうボリューム感のあるラストが使われているんですが、こちらに関しては割とですね細身のラストが使われていて、すごくですねドレッシーな見た目になっています。またですねこのつま先なんか見ていただきますと、まあ、こちらウィングチップになっているんですけども、メタリオンが施されていないデザインになっています。まあ、定番のヘンリーではこちらにメダリオンがついているんですけども、こちらはメダリオンがなくてですね、こう割とシンプルな見た目になっています。まあ、それでいて、まあ、かかとの部分なんかにもこういったねブローキングは施されていて、まあ、ちょっとデザインのアクセントにはなっているんですけども、細身のシルエットですとかメダリオンがないことでちょっとねこうドレスライクなイメージで履くことができます。またですねこの内部なんか見ていただきますと、まあ、内側のですねライニングなんかは緑色になっていて、まあ、この部分もですね、まあ、ちょっとこう別注された特別感を、醸し出しています。で使われている革なんかはおそらくですねカーフレザーが使われていて、まあ、このカーフレザーのね質感もすごくね綺麗でして、こうもっちりとしていたり、まあ、適度なこうツヤ感もね出ていたりと、すごくねこう良質な革が使われているのかなといった感じがします。で最近はですねこのトリッカーズもだいぶ値上げをしていまして、今ではですね、まあ、ブーツで13万円ぐらいしまして、ちょっとね買いにくくなった、まあ、そんなブランドではあるんですけども、中古市場ですとか、まあ、並行輸入品見ていただきますと結構ね5万円以下ぐらいで購入することができたりもしますので、ちょっと新品の値段は手が届かないなって思う方は、こう並行輸入品をネットで探していただいたり、またですね、まあ、中古市場に目を向けていただきますと、まあ、割とお手頃なものを見つけたりすることもできますので、まあ、ぜひともそちらもですね見てみてください。すごくね頑丈に作られている、まあ、そんな革靴ブランドではあるので、まあ、中古で購入したとしてもそこからですね、まあ、さらに何年も履けるかなと思うので、まあ、ぜひともですね、まあ、チェックしてみてください。
ということで今回はですね、私が持っているブーツを7足紹介しましたが、いかがだったでしょうか。ブーツというと結構ワークブーツのような、割とですこう武骨なイメージのする、ブーツを想像される方が多いかなとは思いますが、私が持っているブーツはちょっとね、そのワークの武骨さよりももう少しこうドレスによったようなちょっとね綺麗めなスタイルには合わせやすい、そんなブーツをいくつか持っていますので、そういったブーツを探している方の、参考になる部分もあるのかなと思います。またですね、ちょっと珍しい、例えばこちらのトリッカーズのデュークコレクションであったり、こういったグラントストーンのブーツであったり、またですね、中国のハイアンブーツという、ブランドのものであったり、珍しいブランドのものなんかを持っていたりして、そういったねちょっと珍しいブランドですと、履いてる方も少ないので、ちょっとね特別感を感じることもできるのかなと思っています。ブーツブランドも探すとね、いろいろなブーツブランドあると思いますし、人によって、好きなデザイン、ちょっと苦手なデザインもあると思いますので、私のブーツなんかも少しね、参考にしていただいて、自分の好きなブーツをですね、探していただけるといいかなと思います。といった感じで、今回はですね、この辺で動画を終わりたいと思います。このチャンネルでは、革靴を中心としてファッションアイテムを紹介しています。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録や高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。